はい、こんにちは。昨日草刈りなんですけど、とりあえずここまで行きました。でちょうどちょっと見えない この松の木当たるあたりまで来ましたんで、まだちょっとここのアジサイとか前のやつ切れてないんですけど、僕は全部切ってありますね。一応こんな感じでざっと後ろはだいたい切った形で、でちょっとここになんか栗の木あったんですけど、昨日は切んなかったんですけど、ここの木もやっぱりなんかちょっとここに生えててもどうせ多分いずれ切るだけになるだろうから、もうこれもちょっと今日切っちゃうようにします。でここ問題のここなんですけど、これもうカビがすごい張り付いてて、でここ草木切ったら湿気どうなったかなと思って今日楽しみにしてきたんですけど、やっぱりちょっと朝来たらちょっともわっとした感じでしたね。まだなんでちょっと草切ったからといってちょっと湿気はなんか抜けないのかなみたいな感じでした。ちょっと残念でした。でもあと木切ったんでこの部屋とかあとこっちの部屋とかはかなり明るくなってますね、部屋の中から見ると。なんで切ってよかったのかなって思います。まあ、ちょっと草切った分暑いんですけど、まあ、その分湿気とかも飛んでいいのかなとは思います。多少違ってくるのかなと。で今日はまあこの栗の木とあとちょっとまあ奥の方にまだちょっとこのなんか竹笹とかがちょっと生え残ってるんで、あそこら辺をちょっと切っていこうかななんて思ってます。はい、じゃそんなところです。で一応中から見た形ですね、こんな感じでちょっと分かんないですよね。まあなんかやっぱり明るくなった印象はありますね。ちょっと家から空気清浄機持ってきました。もうちょっとまだ使わないかな。ちょっと一応最初つけてみたんですけど、結構なんか赤くなるかなと思ったら正常なクリーンなマークだったんで、ちょっともう消しちゃってます。ここは開けっぴろげにしちゃってるし、あと網戸とコメリから買ってきました。これちょっと動画にしてなかったんですけど、でこれちゃんとはめられるようになりました。でとりあえずまずここだけちょっとつけて、まあ、いずれちょっと全部の部屋に窓のところにつけたいかなとは思ってるんですけど、まあ、ちょっとそこは予算の都合次第ですね。でこっちの部屋もこんな感じでかなり暗い印象だったんですけど明るくはなりましたね。でもやっぱり明るくなったといってもやっぱちょっと暗いは暗いですね。ちょっとカメラだとすごいここなんか逆光で明るく見えるような感じですけど、うん、ちょっと暗いです肉眼では。で今ちょっとソフト排気の処理してたんですけど、これが全てフィルターオフにした感じの映像ですね。まあちょっと、カメラだとちょっと明るく見えますけど、これの半分ぐらいですね、明るさ的には見た感じ肉眼的にはそんな感じですね。はい、あと変わったことって言えばこのロッカーとあとこのここの冷蔵庫とあとこの倉庫の方にあるこの冷蔵庫をちょっと業者に処分してもらうことにしました。あの不用品買取業者っていうところ。ちょっと合計で2万3000円かかるらしいんですけど、まあ、自分の車じゃどうにもできないんで、軽トラレンタルするより手間ないし、いいかなと思って、使うことはまずないんで、もう片付けてもらうことにしました。あとは、この浴槽もですね、全部片付けてもらいます。でも中身も全部片付けちゃってます。いつでも明日取りに来るんですけどね、午前中こんな感じで空っぽです。
まあ、中のやつもそうなんですけど、まあ、この外の木とかも全部片付けたいですね。あとこのゴミに散らかってるから片付けたいし、まあ、ちょっとやることはいろいろいっぱいあります。はい。でちょっと今一番問題なのがこの給湯器ですね。給湯器がなんかちょっと壊れてるらしくて、今ちょっと修理してもらってるんですけど、でこのオイルタンク自体がもう中が錆びちゃってて、で下のなんかここがこんな感じで開いちゃってて使えないらしいんで、交換した方がいいって言われたんで、これも交換しちゃいます。はい。